西武でとにかく結果残すぞっていう。当時の西武またすごい選手ばっかりですよね。西武の1日目、うん、みんなもう出来上がってるんですよ。それでちょっと焦りましたね。森監督との圧力を伺いましょう。森さんはね、うん、結局トレードで西武行くことになって、名古屋を離れる時どんな気持ちでした？いやーまさかでしたね。もうまさかのまさかで、もうあの名古屋を離れる時はもう選手を辞める時だと思ってましたからね。入った時にだから それがやっぱりねこうなってしまったんだなっていうね。中村武ちゃんがね、武内選手がここに来てくれたんですけど、中日から横浜に行くときに手紙くれたんですよ。それですごいいい文章があって、その新幹線の中で書いたっていう文章で、横浜まで遠いのか近いのかわからないと。竹下ですか？はい。彼がですか？はい。素晴らしいでしょ。いずれにせよ、どこのチームを応援しようと、誰を応援しようと、ファンあってのプロ野球と思いました。そういう意味では僕はファンに恵まれ幸せです。もう本当に感謝しかないですよ、うん、今でもそうですよね、うん、それでは17年間本当にお世話になりました。で、聞いてくれます？最後の一文がいいんです。これ社内で書いてますね、はい、新横浜まで遠いのか近いのかわからない、この言葉で締めます。詩人ですね。いやいや、本当に素晴らしいでしょ。素晴らしいですね。で、どっかで熱海あたりで代表が来て止めてくれるかと思ったって、なんかそんな思いだったっていうふうに言ってくれたんですけど、タオさん名古屋離れる時どんな気持ちでした？新幹線で。いや、もうだからその時はもう次のこと考えてますよね。ああ、そうですか。西武のこと、うん、西武でとにかく結果残すぞ。当時の西武またすごい選手ばっかりですよね。今監督になってる選手たちがいる。いや、もう十何人監督になってますよ、あの時の連中が。すごいですね。だから結局1月24日にそれを言われて、もう1週間したらキャンプなんですよ。毎晩送別会だったんですよ。あ、そう、名古屋で。はいはい。それで練習があんまりできなかったんですよ、うん、でもまあキャンプから作っていけばいいかと思って、うんうん、西武の1日目、うん、みんなもう出来上がってるんですよ。それでちょっと焦りましたね。それで外野からもうみんな素晴らしい球投げてって、自分も見せないといけないなと思ったら痛めたんですよね。肘を痛めて、それからちょっと落ちていったんですけどね。でもまあ、あの広岡さんの野球を1年ですけども、あの経験できたっていうのはものすごい財産で。ああ、そうだ。やっぱり広岡監督1年、森監督1年ですか。そうです。あーはーはー。だから違う野球があるんだっていうのをね、見えましたから。はー、あれはいい勉強をさせてもらいました。なんかそこで言われた言葉で覚えてらっしゃることありますか？だからまあ広岡さんの場合、うん、まあ、ノーアウトセカンド、そしたらもう全部右打ちで、レフトにホームラン打って罰金っていうね。もうそれ徹底してる感じです。あ、なるほどなるほど。でバントも、サード前のバント、一塁前のバント、プッシュバント、セーフティーバント、全部サインが違うんですよ。へー。だから自分で考えるんじゃなくて監督のサイン通り動くんですよね。だからこんな野球があるんだな。だからまあ言ったら、あの歯車の一つでプレーしている感覚で、はいはいはい、だから中日の時よりも勝っても負けても嬉しくも悔しくもないっていう、面白くない野球なんですけど。あ、なるほど。だけどそれがその代わり強いか、強い。あのやっぱりいい選手がたくさんいるチームはやっぱそういうチームが一番強いですね。あの結局サイン通りのプレーができるって、これが難しいじゃないですか。そうそうそう。だから辻なんかもセカンドで、彼も社会人ではねクリーンアップ打ってたバッターだけど、ここで生き残るためには小技なんだっていう、あれも徹底しましたよね。なるほど、うん、あの辺がすごいなっていうね。じゃあランナーセカンドにいてレフトにホームランを打つよりも、あのセカンドゴロで進塁打を打つ方が褒められるっていう。セカンド、まあ、ライナーは OK なんですよね。でもやっぱりベースよりも右に打て、これをもう徹底してましたね。あ、なるほど、はい、
そういえばどっか高井監督も広岡監督を一つの目標としているような感じがありましたね。広岡さんのね野球、それで一つミスが出ると必ず次の日みんなの練習前にその関わった人たちは早めに来てその反復練習それを何度もやります、うんうんうん、それを毎日のようにやるわけですよね。だから同じプレーが起きた時には今度ミスしないっていうね。なるほど。そういうのにつながっていきますからね。でも田尾さんがいらっしゃってその2年間広岡監督のもと、うん、それから森監督のもと共にこれ優勝してますよね。そうそう、リーグ優勝。それで森さんの時は日本一になりましたからね。だからまあ強いチームでやらせてもらって、まあ、やっぱこういうチームが強いんだなっていう。森監督との軋轢伺いましょう。森さんはね、うん、まず 春のキャンプ2月ですよね、うん、2月の時に1回監督室に呼ばれて、うん、それで秋山の守備どう思う、サードだったんですよ、うん、秋山はもう12球団一のサードですよって僕が言ったんですよ、うん、そしたらいや彼 の一塁送球は山なりだっていうわけです。あの山なりのボールは納得いかない、うんうん、って言って話しだして、それでずっと喋ってたら秋山をセンターに持っていきたい、うん、で僕をファーストに使いたい、うん、で清原をサードに使いたい、うん、そういう話になったんですよ、はいはい、それでどう思うって聞かれたんですよ、はい、僕は聞かれなかったら分かりました一塁でことやりますって言うんですよ、うんうん、素直ですか、はいはいはい、はいはい、ということにしました。素直ですからね、はいはいはい、そこで意見を聞かれるという意見を言う、ね、はいはいはい、でどう思うって聞かれたんで、うん、いや清原は高校でスーパースターです、うん、けれどもプロの実績はまだゼロですよと、うん、だ彼のために3つのポジションを冒険する必要はないんじゃないです か、うん、だか彼の一番得意なのは今ファーストなんで、うん、ファーストで1回やらせてみたらどうですか、うん、それでこれでサードでも守れるそういうことが見えたらそこから考えたらいいんじゃないですかって言ったんですよ、うんうん、だその時から森さんと会わなくなりましたね。あ、そう、はい、もう厳しくなりました、はい、だからちょっとすると使ってくれなくなるし。ああそうなんですか、はいはい、でもあれだけすごい選手がいる西武で、うん、すごいから一人ぐらい抜けてもなんとかなるっていうね、あのもありますよね。頼むねって言われたら、いやだから一塁やってくれって言ったらはいっていう、それは監督の意向ですからやりますよ。意見聞かれたから、それに対しては文句言わないです。あ、そうかそうか、はい、意見を聞かれるんで自分の考えを言うだけで、あ、それだったら最初から意見を聞かないでくださいっていうことです。あ、なるほど。だから無礼講だから何でも言ってもいいよって言って言ったらなんだこいつって言われる。嫌ですねそれ。なんかどっかの会社にありそうな、あるんですよ、もうそういうのがやっぱりあるんですね。やっぱり自分の意見に、まあ、同調してもらいたいんですね、うんうんうん、あ、なるほどね。それだったらもう最初からこうやるって言って言ってくれればいい。ああ、そうかそうかそうか、うん、で結局また自ら監督に、いや結局ね、結局は清原ずっと一塁でしたでしょ。あ、はいはいはい。で秋山もサードだったで、僕の考えの方が正しかったんじゃないかなと思って。あ、でも外野で、僕は外野でした。田尾さんが使われ、まあちょこちょこ、規定打席行ってなかったと思いますけど、でも日本シリーズは全部使ってくれました。あ、はい、じゃあいいじゃないですか。悪くないですよ。いや、じゃあそこで、いや悪くないんですけど、でも来年を考えた時に、あ、もっと多分出番減るなって感じるわけです。あ、そっか、はい、でもうそんな、もう34、5になってもうそんなに長くない中では、うんうんうん、やっぱりゲームに出たい、ゲームに出たい人間ですから、あ、はいはいはい、やっぱゲームに出られる環境をやっぱ求めるっていうね、うんうん、それとやっぱり監督の考えとちょっと違うところあるなと思って、うん、あの時根本管理部長がおられました、はいはいはい、根本さんとはもう本当にお話ができる人だったんで、でトレード出してもらいたいって僕がお願いしたら、何があったんだって言われて、いや、まあこんなことで、っていう話したら、分かったって言って、じゃあどこでもいいかって、ああ、もうどこでもいいですって言ってね、それで阪神になったんです。あ、これふるさとですよね、関西。最初横浜って言われたんですよ。ほうほうほう、横浜でもいいかって言われて、うん、ありがとうございますって言って、うん、で横浜のマンションも手付けまで売ったんですけどね、蓋を開けたら阪神になってたんです。ああ、そうなんだ、はい、その事情は分かんないですね。そうですね、
で入った阪神はどうでした？阪神はね、だからここがこれはプロ野球のチームだなっていう気はしましたね。どういう意味？キャンプで、はい、もうとにかく差し入れでいろいろ来てますよね。あのビールや酒だワインだ、ああいうのザーッと積んでて、まあ、飲みたい人は飲んでくださいみたいな。だ、西武はまず禁酒ですよね。ああそうかそうか、規制がいろいろ。だからあの夕食の時もビールも飲んじゃいけないわけですよ、うん、だからみんな隠れて飲むんですよね。ああそう、うん、だから自分の部屋に帰ってなんかビールそこでしか飲まないとか。広岡さんそういえば食事からいろいろありましたよね。そうですそうです、あの玄米、うん、でなんか黒酢だとか、うん、まあそういうのは良かったと思いますけどね、うんうんうん、でもお肉は全然しっかり食べてましたみんな、うんうんはい、阪神行けばもう割と自由に、割とっていうかもう本当に言ったら選手の責任で、ああそうかやりなさいよ、みんな個人事業主プロだろ、はい、と、はい、だからそれでそうなるともう結果が出ないのは自分の責任だなっていう感じになるわけですね、はいはいはい、あこれがプロだなって僕は1年目はそう感じましたね。あでまあよかったよかった、いいチームに来たって、でそれで強かったら最高でしたねあそっかやっぱ弱いとこんなことやってていいのかってみんなに言われ出すんでなかなかうまくいかないですよね。しかも、はい、関西のマスコミはうるさいじゃないですか。もう必ずいろいろね書かないといかないんで、うん、うるさいんで、うん、だからもう練習量をもっと増やせみたいな感じでね、うん、になっていくわけですよね、うん、だそれがいいのか悪いのかわからないですよね、うんうん、でここでもいろいろこうまた監督さん、あそこはだから村山さんの時に、はい、あのあれですよね、ブレイクでまたブレイクで何でも言えっていう、何でも言え、3勝13敗だったんですよオープン戦が。ああその時にあのこの改善策なんかないかっていうんで僕3番目に当てられたんですけど、掛布柏原さん僕だったんですよ、うん、なんかないかっていうから、あの時あの若いのをとにかく育てます、あの秋のキャンプ の, あの最終日にあのファン感謝デーがあるじゃないですか、その時に若い選手を今育てないといけない過渡期に来てると、うんうん、だからちょっとあのファンの皆さん我慢してくださいっていう挨拶をしたんですよ監督になった一斉が、うん、監督がそれ我慢してください言うかなと思いながらそれであのそれも僕はちょっと違うなと思いながら聞いてましたから、そしたらやっぱり力のなくても力がなくても若いっていうだけでなんとか使おうとしてたわけです、だから勝てないわけですよ、だからそういうのを見てきたんで僕は勝てる野球をしてほしいって言ったんですよ。あそしたらもうそれは今でも真由美だとかあの木戸とか平田がその時の状況をもう昨日会ったことのように喋ってますよくあんなこと父さん言いましたね、よく言ったな。あそこで村山さんも顔つきが変わって、だ僕は村山さんにはの監督やってる間は絶対ユニフォーム抜かないとこうと思って、あでも村山さんに向かっていこうと思って、あなるほど、それ僕のエネルギーになった、あ、はいはい、もう上に上げざるを得ない成績を残さなきゃ絶対上げてくれないから、ピカイチ名古屋チャンネル、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。いいね、これを見ていただいた方々に高評価をいただけたら本当に嬉しいと思います、はい、ぜひご覧ください、見てください、よろしくお願いいたします。お願いします。